これさっきから結構あったんですよ。トリカブト。これがトリカブトです。どれです。あの、あ、気をつけてみてると分かるんですけど、いっぱいあるんですよ、これ。トリカブト。はい。これあの金ポウゲ科の植物なんで、はい、よくこの辺で山菜で食べる二輪草と、あ、間違うか、全く一緒です。出た時は全く区別つけます。二輪草、花咲くとは二輪草だと分かるんですけど、それだから分かんないで結構なくなる方もいるんですよ。そうですよね、はい、結構さ、町のさ、何気ないほら自分の住宅地の脇にも、はい、あのなんかあるってんだよね。そうですね、ね、結構ありますね。ありますよね。まあ、こういうところ見るとほとんどトリカブトです、ね。あ、これもね。そうです。これもみんなトリカブトみたいな。はい。ああ。じゃあ分かる人はまだ分かるんですけど、分かんない人は似たような植物、ヨモギでもよく分かんないし、出始めは本当分かりづらいんですよ。美味しそうからね、何でも食べてしまうけどね。そうですね。さすがクマは食わねえでしょうね、一回なんでもね。いやー、もう自然にいるものはそういうの分かってるから食わないか、はい、賢いんだな。ちょっとこう細くて危ないですけど、こっちは第4の見張り場なんで。第4大丈夫ですか。こっちはあの崖なんで気をつけて。おー、すごいですね、はい、わ、草すごい。あ、これいけるかな。なんか蛇が平気で出るとかなんか聞いたけどね、蛇が出そうだね、これね。蛇が出そうだって。ウドこの辺、ウドとかいっぱいあるんで、大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっとトゲトゲの草もある。